こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、間口と奥行きというフレームワークのようなものです。この間口と奥行きという考え方は、私がすごくいろいろな仕事の場面で重宝しているすごく汎用性の高いフレームワークなんです。ぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思って、今日は間口と奥行きについてマーケティングの例も適用しながら一緒に考えていければと思っています。間口と奥行き、どのようなフレームなんでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは間口と奥行きのフレームです。皆さんはもしかしたら聞きなじみがないかもしれませんが、間口と奥行き、どのようなものかご存知でしょうか。で、間口と奥行きというのは別の表現をすると、間口というのは広さ、奥行きは深さになります。間口はこうどれぐらい広くなっているか、奥行きはその奥という言葉があるように、どれだけこう深まっているか、深められているかという考え方になります。で、この間口と奥行きとフレーム、間口と奥行きのフレームというのは、何か物事を見るときの視点でこう広さの観点で見るのか、奥行きの観点で見るのか、深さの観点で見るのかというのを分けて考えることによって、すごくこう因数分解がやりやすくなる、おのずとこう理解もしやすくなるし、またはあなたが誰か人に、他人に説明をするときに、間口の観点から説明をする、奥行きの観点から説明するということを意識するだけで、すごく考えやすい、説明しやすい、話をしやすくなります。で、間口と奥行きをじゃあ何か具体的な例に当てはめて、もう少しイメージを膨らませる、イメージを共有できればなと思っています。ここではですね、間口と奥行きの考え方をマーケティングに当てはめて、マーケティングでの間口と奥行きというのは何になるかについて一緒に考えていきましょう。では、マーケティングでの間口は何に当たるでしょうか。いろいろあると思うんですけれども、ここで挙げたいのは、間口というのをこう知っている人の多さとします。あなたが扱っている、例えば商品とかサービスがあるとして、その商品やサービスを知っている人の数、認知者、認知率がどれぐらいの人が知っているか、これを間口というふうに、当てはめます。知っている人 その規模ですね。例えば認知率が100人いたときに、30人ぐらい知っているのか、もっと100人中60人は知っているのか、あるいは全然少なくてまだ100人中5、6人程度、10人未満程度の認知率なのか、この認知率の状況によって、その後のマーケティングの展開というのは全く変わってくるんですね。で、まずは間口と奥行きで見たときに、間口、このように、例えばマーケティングでは広さの概念で、どれぐらいの人たちがまず母数として知っているのか、ターゲット顧客に対する認知率はどれぐらいなのか、これを見ることが間口、広さのあれですね、規模にあたるんですけれども、間口の見方になります。で、次に奥行きです。ここまでの認知という広さに対して、奥行きはマーケティングに当てはめるとどのようになるでしょうか。で、奥行きというのは、その知ってる人に、同じ知っているでも、同じその認知率があったとしても、その知り方の奥行きが違う、深さが違うんですね。例えば名前しか知らない程度のものなのか、しっかりその商品とかサービスの特徴も知っているような人、もう少し深くなっていますよね、同じ知っているというもので。さらに特徴を知っているだけではなくて、ちゃんとこうしっかりと使い込みながら、かなりこう愛着を持ってもらっている商品やサービスにこうロイヤリティがある、本当にそのファンと言ってもらえるような人たち、こうしたかなり奥行きでも知っている、その100人中例えば30人知っているだとしても、30人がただ知っているだけなのか、かなり深く特徴まで、あるいはもうファンのように、すごく愛してくれているのか、これによって知っているの度合いが違うんですね。これが奥行きの考え方になります。どれぐらいこう深さ、認知の次に興味範囲、興味関係までなのか、関心を持っているだけではなくて、すごく特徴まで理解しているのか、もう買ってすでに 愛着を持って愛用し続けてくれるのか、こうした奥行きの度合いによって、マーケティングの、マーケティングから考えると、そのブランディングというか、ブランドですね、その商品やサービスの強さが変わってきます。ここもマーケティング施策にはすごく影響することであって、認知を取ったとしても、じゃあどれぐらい強く奥行きがあるのか、興味関心を持ってもらっていないのであれば、そこから始めるべきですし、かなりの人が利用までしているのであれば、じゃあファンになってもらうように、より一層愛着を持ってもらうためには、どのようなこうリピート顧客にこう育っていってもらえるか、こうした施策が変わってくるので、間口だけではなくて、この奥行き、深さですね、もうしっかりと一緒に見ながら、こう面積で
考える、あるいはもっと言うと体積なんですね。広さというのが XY 軸の平面だとすると、奥行きというのは Z 軸のその深さ、まあ、高さとか深さになるんです。このように、間口だけだと2次元になるんですけれども、奥行きも組み合わせることによって3次元の立方体のようなこう体積になっていきます。このように間口と奥行きを2つに分けて、今間口を考えているのか奥行きを考えているのかというのを見ていきながら、間口とフレーム、どんなフレーム、間口と奥行きというフレームは今回はマーケティングに当てはめてみましたが、いろいろ汎用的なものであるので、ぜひ何かこの間口と奥行きという見方、考え方が参考になればと思って今日はこんな話をさせていただきました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。